皆さんこんにちは。12月に日本での防衛戦が有力なスーパーバンタム級4団体統一王者井上尚弥選手の相手に抜擢されるのは誰なのかがネットをはじめとして多く話題になっているようです。現状では本命である欧州のサム・グッドマン選手、対抗ウズベキスタンのムロジョン・アフマダリエフ選手というのが大方の見解だと思われています。ダークホースを上げるのが難しいほど予想は彼ら2人に集中しているようです。ファンの間ではより攻撃的なスタイルで戦う WBA の指名挑戦者であるアフマダリエフ選手と対戦してほしいというリクエストが多いようですが、アフマダリエフ選手自身は昨年の4月にマーロン・タパレス選手に1対2の判定負けで WBA、IBF のベルトを奪われ、判定を不服として抗議し、その後は井上尚弥選手との対戦を熱望していました。世界中からの注目が集まっている井上尚弥選手の次戦の対戦相手ですが、今回は IBF と WBO の指名チャレンジャーであるグッドマン選手側の近況をご紹介していきます。グッドマン選手は7月10日豪州ウロンゴンで当時 WBC スーパーバンタム級8位だったチャイノイ・ウォラワット選手と12回戦を行い、3対0で判定勝ちを飾っています。スコアカードは117対111、117対113、119対109でグッドマン選手と差がつき、内容は明白なものとなっていました。しかし途中でグッドマン選手は左拳を負傷しており、骨折したとも伝えられ、本人が希望する年内に井上尚弥選手に挑むプランが暗礁に乗り上げてしまいました。その後拳の経過について明確なニュースは伝わってきていません。しかし9月に入ってグッドマン選手のプロモーターノーリミットボクシングがエース格の2世ボクサーである前 WBO 世界スーパーウェルター級王者のティム・チュー選手が10月19日に米国フロリダ州オーランドで IBF 同級王者のバカラン・ムルタザリエフ選手に挑戦すると発表。そのイベントにグッドマン選手が出場する可能性をほのめかしたのです。よって戦術した負傷は大事に至らずに済んだと受け取れました。こちらのフロリダのイベントは Amazon プライムが視聴者が別料金を支払って観戦するペーパービューというシステムではなく、アマプラに加入していれば自由に観戦できる方式で中継することになっています。相当な視聴者を集めると予測されるだけに、グッドマン選手は高額ファイトマネーを期待できると言いますが、チャイノイ選手戦同様に試合を挟めば井上尚弥選手挑戦のチャンスはまたも遠のいてしまうことになります。豪州メディア、コードスポーツとフォックススポーツオーストラリアはグッドマンはティム・チューのアンダーカードで実利をゲットするのを断念し、尚弥・井上挑戦を目標に準備を始めると報道しています。仮にそうだったとしても、井上尚弥選手への挑戦が実現すればグッドマン選手のファイトマネーもかなりの額に到達するに違いありません。両メディアによると、グッドマン選手は豪州のセントラルコーストでジョエル・キーガン氏、ルーク・フィリップス氏の指導でキャンプに入ると言います。そして井上尚弥選手との戦いが正式にアナウンスされればアメリカへ飛び、スパーリング中心の合宿トレーニングを敢行する予定のようです。グッドマン選手は井上尚弥選手が下したテレンス・ジョン・ドヘニー選手に対して2023年3月に判定勝ちしていますが、その前に米国でスパーリング修行を経験しており、ロサンゼルスやラスベガスで強豪相手に腕を磨きました。その中には2階級制覇王者で現 WBC 世界スーパーフライ級王者のジェシー・バム・ロドリゲス選手も含まれます。その時の経過もあってか、スパーリングパートナーに恵まれる米国で実力アップを目指すといいます。チュー選手との試合でテレビ解説を務めた元世界ウェルター級王者ショーン・ポーター氏のサポートもあって、ラスベガスのジムで強豪との手合わせが実現する見通しのようです。またスーパーライト級とウェルター級で4団体統一王者に君臨したテレンス・クロフォード氏とのコネクションもあり、クロフォード氏のコロラド州のキャンプに合流するといった話も聞かれています。他方でラスベガスに腰を据えるとなると、
井上尚弥選手が来年にも進出するフェザー級で WBA1 位、WBC と WBO で2位を占める、ブルース・シュシュ・キャリントン選手とのスパーリングが実現するとも噂されます。最も大手プロモーション、トップランクの下でキャリアを進めるキャリントン選手は9月28日にニューヨークで試合を行ったばかりで WBC3 位スライマンセガワ選手に2対0で判定勝ちとはなっていますが、果たしてグッドマン選手の要求に応じられるかは疑問が残っています。今のところグッドマン選手はモンスターの挑戦者の最有力候補という立場で、正式決定まで予断を許さない状況となっています。しかし豪州メディアはグッドマン選手のことをミスターマンダトリーと記しています。そこには他の意見を寄せ付けないような、まさに問答無用の押しの強さが感じられます。ドヘニー選手も米国で特訓を行いましたが、その結果はご存知の通りでした。井上尚弥選手の注目の試合まで3ヶ月弱、未だグッドマン選手かアフマダリエフ選手かははっきりとしていませんが、かなり充実したトレーニングを敢行したとしても結末は見えているように感じます。井上尚弥選手自身はどの道どっちともやるんで心配しないでください、次アフマダリエフになろうがグッドマンになろうがいずれやるんでと両者ともに挑戦を受ける意思を見せていました。ネットなどでも多くのコメントが集まっており、グッドマン前線で怪我の報道があったが大丈夫なのか、12月開催まで時間がないし、ごちゃごちゃうるさいアフダマリエフを先にやってグッドマンその次でも良いような気がするが、みんな井上チャンピオンにでかい口叩いて、結局のところ KO 負けされてるのが現状。相手も元チャンピオンとかそのクラストップ選手なのに、いとも簡単に KO を食らって負けるのは井上チャンピオンの偉大さ半端ないですね。次戦も KO 勝利を期待してます。モンスターという大嵐が過ぎ去るのを待たずに立ち向かおうとするその姿勢は本物であると信じます、などの声が上がっているようです。またしてもモンスター井上尚弥選手の強さを見せつけるような攻防になることが予想されますね。いかがでしたか。今回は井上尚弥選手の次戦の相手と目される一人、グッドマン選手側の近況についてご紹介してきました。世界中からの注目を集める次戦の対戦相手、どちらが相手だとしても井上尚弥選手なら必ずその強さを見せつけてくれることでしょう。今後の活躍に期待し応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。